西宮市に知的障害のある女性が店長を務める青果店があります。家族など周囲の理解と支援で自分らしく働き自立を目指す姿に密着しました。西宮市の阪神東成尾駅、駅から続く一本道にマナちゃんの八百屋があります。店長を務める野草マナさん22歳。発達障害と重度の知的障害があります。地域に愛されお店は4年目を迎えました。今日はジャガイモがいい。バナナが150とブロッコリーが200は350円です。はい、大きい。はい、450円です。350円やろ。ありがとうございます。2年前は元看護師の母道代さんと3つ年上の兄壮太さんとでお店を切り盛りしていましたが、最近また私が全然行ってないんです。お兄ちゃんからはお母さんも来んといてって言われて。お客さん待ってますけどレジで。自立のため今は道代さんの姿はありません。看板娘として数々の仕事をこなすマナさん、言葉数も増え、やり取りもスムーズになりました。今日からアボカドが入ってきてます。いらっしゃいませ。アボカドどんな味するの？マカロンサラダに入れて美味しいの。あ、サラダにね。ダイエットサラダにも美味しい。焼き芋を包む作業です。できない場合は感情を乱さずやり直し。それでもできない場合は周りに助けを求める。大きく成長した部分です。道代さんは自分ですること、人に頼ること、どちらも身につけてほしいと話します。生きていくっていうことは自分ができることは自分でしないといけない、できないことは手伝ってもらう、その基本をやっぱ彼女が、分かっていろんな方とこう接していってほしいなと。はい、パフチュー。道代さんは放課後等デイサービスなどを7年前から運営しています。この日は児童が好きなテレビ番組の設定で療育を行いました。道代さんが用意したのが支援グッズ。立ち入り禁止の場所に目印を置き、視覚支援で環境を整備します。困った行動は困っている行動なんですけど、周りの環境を整えることでその子がその子らしく笑顔で暮らせるっていうところを私が分かったので。視覚支援の工夫は自宅でも。マナさんのために歯ブラシやタオルの写真を用意。見える化で所定の場所に戻しやすくしています。お風呂にはシャンプーのイラスト、髪の洗い忘れを防ぎます。さらにハンカチやバッグはカゴに入れるだけ。すべてワンアクションでできるようになっています。固定式ドライヤーで髪もボタン一つで乾かせます。脱ぎっぱなしの靴も、視覚支援のおかげで
簡単に揃えることができるようになりました。マナさんには一人暮らしをしたいという長年の夢があります。そのため料理作りや買い出し、洗濯物の取り込みなどをヘルパーと行っています。また障害のある人が通うグループホームでバーベキューを行うなど、週1回食事を行っています。グループホームという選択肢も視野に入れることで自立の可能性が高まります。お一人気に入ってる方がおられて、その方がおられると作業所の話だったりとか、お仕事の話メインによくされてます。小中学校を地域の通常クラスで過ごしたマナさん、多くの苦労を経験しました。障害が重いとか軽いとかっていうことではなくって、こういう環境で育てたいっていう家族の思いのもと、私は支援していく必要があると思って。2年前の取材では、記者のふとした一言で学生時代の辛い経験を思い出し、感情を乱すことがありました。この日は取材が続くとすっと別室へ。一人で静かに気持ちを落ち着かせる姿に、この2年の月日の重さを感じさせました。就学や就労などその都度軌道修正しながら、親子で信じた道を歩んできた22年。やり方間違ったかなとか、これでよかったかなっていうのは日々あったんです。でもここ最近は穏やかにマナちゃんと暮らせているので、やっと手応えもつかめてきたって感じです。周囲の理解と支援で輝ける。マナさんは自立に向けて少しずつ前に進みます。 OK。 マナさんのお母さん、みちおさんなんですけども、応援してくれる仲間がいると、そして諦めずにその子のしんどさをしっかり考えてサポートしていけば幸せは絶対ゲットできると話しています。また兄の颯太さんは、マナちゃんの八百屋の社長のほか、障害者の働く作業所も運営していて、当事者しかわからないコアな悩みが痛いほどわかる、そこに寄り添いたいという気持ちを述べてらっしゃいます。仁先生、この2年間で、どうやらその怒りをですね、できない時もコントロールできて、やり直そうとしたり、そして落ち着くことができたりですね、成長が見られたということみたいですね。そうですね、発達障害ってね、やっぱり良い面が伸びる可能性も十分あるんで、その本人 の得意な面とかを、じっくりね、焦らず伸ばしていけるような環境を、お母さん上手にやってらっしゃると思うんで、本人さんの夢に向かってね、焦らず頑張ってほしいなというふうに思いますね。周りも支えてくれるんでしょうけども、多くの人と接することで多分マナさんも成長していってるんだなというふうにも感じましたね。